優勝をかけたサバイバルレース最終章、それぞれの長い一日が始まった。14時4分、セレッソ、ジェフ、ガンバがキックオフ。少し遅れてアントラーズとレッズもキックオフ。まずゲームが動いたのはセレッソ。前半3分、西澤のゴールで先制。勝てば優勝の首位セレッソ、大きなアドバンテージを手にする。その頃新潟では3位浦和レッズ。前半4分、堀之内が先制のゴール。さらに13分にはポンテ、優勝に望みをかける。4位アントラーズも前半7分、野沢のゴールで先制。2位のガンバもアラウージョ、前半12分に先制する。各チームキックオフ直後から優勝への執念を見せ、次々とゴールを叩き出す。そんな中セレッソは前半20分、 FC 東京に痛恨の同点ゴール。この時点で優勝に最も近くなったのはガンバ。しかし歓喜の行方はリアルタイムに変化していく。前半36分、セレッソは古橋が倒されペナルティーキックを獲得。勝ち越しゴールのチャンスを得る。東京ではガンバが同点に追いつかれる。そんな中セレッソ、ゼ・ロベルトのペナルティーキック、なんと失敗。目まぐるしく変化する優勝の行方。ハーフタイムの時点で優勝はレッズ。各会場のサポーターは他の会場の経過が気になる。果たしてタイムアップのホイッスルとともに優勝を手にするのは。そして始まった運命の後半戦。まずゲームが動いたのはセレッソ。西澤のゴールで勝ち越し。セレッソが再び歓喜を手繰り寄せる。アントラーズも後半8分、野沢のゴール。そしてガンバも宮本が勝ち越しゴール。絶対に諦めない。レッズも15分にマリッチ、リードを広げる。追うもの、追われるもの、激しいデッドヒートはまだ続く。しかし17分、ガンバは痛恨の同点ゴールを許してしまう。初の優勝を目前にしたセレッソはディフェンスが踏ん張りを見せる。ゴールキーパー吉田、そして柳本、
同点ゴールを許す。それはすなわち死を意味する。それは誰より選手が分かっている。そんな中、東京では奇跡が起きる。34分、ガンバは遠藤がペナルティーキックを決めて、なんと再び勝ち越し。一方、大阪では37分、ここまでチームを引っ張ってきたベテラン森島が仲間に全てを託しピッチを後にする。そして迎えた後半44分、セレッソ同点。同時刻、東京ではガンバアラウージョが試合を決定づける4点目を叩き込む。長く厳しい戦いのピリオド、同じ時間異なった場所で色濃く映し出された明と暗。大阪の空に響き渡る無情のホイッスル。セレッソ同点終了の情報を聞いたガンバベンチ、歓喜までのカウントダウン。そして15時52分、東京の空に響き渡った歓喜のホイッスル。2005年最終戦までもつれ込んだ熾烈な優勝争いを制したのはガンバ大阪。それはチームとサポーターが一丸となった奇跡という名のドラマであった。